はい、エンジョイランのりょうです。今日はストレッチの話をします。なぜ継続できないのかね、どうしても継続したいと日頃から思っている人の方がもしかしたら少ないかもしれない。その必要性すらわからないという人の方が多いかもしれない。まあ今日ね、このお話はやっぱりその初心者、もしくは中高年からランニング始めましたよ、これからフルマラソン行きますよというような人たちを対象にお話をしているんですけども、まあこれランナーに限らず卓球でも水泳でもテニスでも、とにかく中高年からスポーツを始めたという方にはぜひストレッチを習慣化していただきたいなと、そう願っております。そのきっかけの一つとなれば嬉しいなと思います。ではいきます。ストレッチね、まあ平たく言うと筋肉伸ばすってことですよね。筋肉伸ばすと何が良いのか、何か良い効果がやっぱりあるわけですよね。血流が良くなる、細胞に酸素が送り込まれる、それから老廃物を除去する。体に必要なものを供給していらないものを出す効果がストレッチにはある。だからあくまでも準備体操だとか、それからなんていうのかな、スポーツする前に怪我の予防をするためにストレッチしましょうなんて言葉もあるんだけども、それだけではなく、このストレッチというのはもう日常的にやっていただきたいなっていつも願っております。でもできないよね。これなんでできない？実は私がストレッチを習慣化するようになったのは、やっぱりマラソン始めたのがきっかけなんだけども、私の話をしますよ。まずはね、一番最初、まずは筋肉痛にねなるわけですよ。長い間運動しなくて、じゃあ走ってみようって走ったら、まあ、大概筋肉痛がきます。日頃使わない筋肉を使うと筋肉痛になるよっていうのは、これはまあ誰でもよく分かってらっしゃるはず。筋肉痛に私はなりたくない、この気持ちがそもそもあったわけです。筋肉痛で痛い思いをしたくない、これが例えば虫歯で例えるならば、虫歯にもなりたくない、だから歯磨きをする。だからストレッチをするというような、この同じ気持ちだったわけですよ。しかしですね、これ僕はそのエンジョイランドットコム書き始めてしばらくした時に、ある方から教えてもらったんですが、筋肉痛になりたい人が世の中にはいるそうなんですよ。筋肉痛になったことによって自分はとても頑張っているんだっていう意識が生まれるそうなんですね。まあ世の中にはいろんな方がいらっしゃるなと、私はなりたくないのになりたい人が世の中にいるということを知った時にはちょっと衝撃でしたけども、このなりたい人はちょっと今はもうよく置いといてください。もうなりたい人はもうこの先もう、はい、もう見なくていいです。でもなりたくない、痛い思いをしたくない、それから怪我したくない、故障したくないのであれば、ストレッチはやった方がいいはずなんですよね。でストレッチをすると、気持ちいいんですよ。気持ちいいよね。世の中には気持ちいいことって他にもたくさんあるんですけども、例えばカラオケに行くと
気持ちいい。歌歌ってね、友達が聴いてようが聴いてまいが関係なく、とにかく自己満足として歌ったら気持ちいいよね。だから一回行くとまた行きたくなるよね。しばらく間が空いてると行きたくなる、ムズムズする。今コロナで自粛しててカラオケボックスも閉まってるね。行きたいな行きたいなってそう思ってる人もいるはず。気持ちいいもんね。だってストレッチも気持ちいいんだよ。もうストレッチやりたいなやりたいなやりたいな、今日ちょっとストレッチしてみるなんて会話生まれないもんね。今日一応カラオケ行くなんていうのはあるのにね。不思議やな、なんでこれが気持ちいいのにもうなかなかこうならないのかというところで、この虫歯の話に戻るけども、これは習慣化というのがあるわけでしょ。習慣化、ちょっと間違えた、はい、習慣化できてしまえば歯磨くじゃない。実はね、僕子供の頃歯磨き大嫌いでした。だからちゃんと歯磨きはあんまりした覚えがないですね。なんか適当にやってたって感じかな。でも虫歯になると歯磨きしないからよなんて言って言われるんだけども、30代の半ばぐらいまで大して歯磨きなんて一生懸命やってなかったし真剣に考えてなかったんですけども、30代後半ぐらいになって一本えらい虫歯になりましてね。でもそれもしばらくほっといたらやっぱりどんどん穴が大きくなって、結局歯医者さんに行くんですけども、やっぱ歯医者さんからはこの歯磨きのことを言われるわけじゃないですか。そこからですよね。だからこれね、痛い思いをしたから、痛い思いをしたから、その30代後半の時にそっからです、僕ちゃんと歯磨きができるというか、きちんと磨かないといけないなという気持ちに変わったのは。だからこうストレッチをしないことによって痛い思いを筋肉痛ですよね、これね、痛い思いが筋肉痛になるんだけども、この筋肉痛になることがストレッチをしていないからだという、この結びつきとは限らないわけでしょ。これは運動したからだというこっちの考えになるわけじゃないですか。ここへ行かないのはやっぱこの痛い思いをしてるけども、このこっちじゃなくこっち、運動したから痛い思いをしたんだっていう、ここ行かへんわけですよ、ストレッチの方に。難しいね。一つ言えるのはカラオケは気持ちいいんだけども、これはね、脳がものすごく喜んでるなって自分では感じるんですよ。ストレッチをしても脳が喜ぶっていうところまでの域に達していない人がほとんどじゃないかなって気がするんですね。ただただ筋肉が伸びて気持ちいいなぐらいなんだけども、脳まで行き届いていない、ここの違いは一つ大きい気がするんですよね。だからストレッチを習慣化するところにはやっぱり脳に対して気持ちがいいんだよっていう働きかけしなければ習慣化は難しいと、そう思っております。一番良いのは、僕は呼吸だと思ってるんです。呼吸に意識をするっていうことができればストレッチと脳が喜ぶっていうところに結びつけてあげることができると、そう信じております。実際私がそうでした。私は習慣化できるところに行くためにはやっぱり呼吸に意識をするっていうところにものすごく重点を置いたからこそできるようになったと、私はそう信じております。次回この呼吸の話もいたしますので、よろしければ継続して
見てください。ではまた。